あれフェッチじゃないのか。いやあれフェッチっすよね。違うの分かれへんやいやあれはフェッチですよ。フェッチやね、うん、切らなかったってことですね。三々にはしなかった。ズルゴブロックしてナーリーと強化したらまあ確実にあれやったのになとも思うんですけど、手にもランドがあったから。うん、まあ考えられるのはその殴るときに使いたいってことなんですけど、でも頭数1体折った方が優秀なんちゃうんかな。さあ麻生さんの方は相打ちしたマキンディをさらに追加してターンエンド、うん、まあ相打ち上等の方が良かったってことですね。加藤さんは即走を追加してわ、そこでダブルフェッチ。ダブルフェッチですね。すごいな、嬉しいな。マキンディ3-2のカマヒョウ2-2からのダブルフェッチで、カマヒョウ4-4、マキンディ5-4すか。とんでもない。とんでもない、本当に。こうやってパンプ数をダイスやってくれるのはね、ありがたいですよね。さあ4-4、5-4、1-2で殴って当たるかの命令と強大化などなどのコンビだと一応どっちもない。牧場の演技が見えましたね。演技はあります、はい、さあアタックゴブリンでチャンプしようにもマキンディのこのトランプルがいい味出してますね。どっちもブロック戦とかなり、さあマキンディの5点はスルーと、はい、カマヒョンはゴブリンチャンプ、マキンディと即走が相打ちですか。5点受けて残りないかなって言うんで、はい、さあ強大化が、うん、あれを除去るかどうかっていうことでしょ。牧場の演技でケアをしていくと、うん、残りライフ7点。あ、でもこれ結構嬉しいですね。そうですね、ドラゴンもね、ランドがどんどん尽きてくるから。森が見えましたね。もう一枚 あの赤いカードは何なのかな。撤退かなあれ。ちょっとねシャカシャカしてて見づらいんですけど、撤退っぽくは。撤退はなかなかねこういう終盤で、うん、仕事してくれると思うんで。さあ3マナで撤退ですね。ね、ツルコがブロッカーに使えないっていうのはね、撤退でどうするかですけど、はい、ゴブリンでブロックされなくさせるか、マキンディのパワーを純粋に上げるのか。させない方が自分のクリーチャーを失わなくていいとは思いますけど、させない方向で、はい、3点4、はい、ナーリットキャストでターンエンド。
ヤサさんの手札次第ですけども、ダブストパッケージあったとしたらまあ全然いけますけど、そうですね、パワー8でダブストなんでゲーム終了ですけど、それ以外やとちょっと無理っぽい、ゼロがやっぱブロックできないっていうのは一匹止めて、まあ土地やった瞬間に負けで、土地じゃなかったとしてもなんか大抵のカードがダメなので、さあ 2-2 でアタック、ここは無難なりとブロックしてかなり警戒してますね。3エンド、はい、そしてマキンディ&カマヒョアタック、このアタックどう受けるか、ゴブリンで、カマヒョウをブロックで、ああ、さらにタイタンの力、タフネスが1上がるので、カマヒョウを一方的に打ち取ろうかと、そのところに送って、はい、残りが2、カマヒョウ終了、ああ、アウトです、ね。あ、そうですね、抜けたらどっちみちアウトですね。当たるかの命令と、うん、1点ヘッドアウトやからアウトですね、はい、押し切りましたね加藤さんが。そうですね、お互い早いデッキ同士の対決なのでどうなるかなと思いましたけども、ちょっとだけクリーチャーの質が上陸側の方が高いですね。純正アスペックが若干でかいのはあります。確かに1とか2の話ですけど若干だけでかいと。有利不利ってどっちなんですかね、もう本当に。いや、 あんまないと思いますよ、ね、先手ぐらいの展開次第ですから。これ、まあ、見れば見るほどパック怒りが込み上げてきたわ待ってる間にパックを見る。ひどいなこれ。こら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 、ゲームの合間に人生相談すんの、ちょいちょい出さないこれを誰やその字を作った、うちのスタッフですねサーセンとしか言えないです。さあシャッフルして、まあ赤緑対決、どちらかといえば兄弟化とダブルストライクでワンショット狙いなのが安岡さん、加藤さんの方は上陸クリーチャーでフェッチランドで全員こうサイズを大きくしていくと。はい、まあクイズ番組で言うとね、最後の1問こう正解できたら5000点ですみたいなそういう感じがヤソにはあるっていうそうですね、今までのクイズせんでええやんっていうね兄弟がとね二段攻撃でそうそうそう確かに後手の上陸デッキちょっと先手に比べるとしんどさはあるんでしょうけど、そこをカバーするカードがいくつかはやっぱ入ってるんじゃないですかね。うん、サイド後手スペルどうするんでしょうね、何が入ってくるのかな、ね、アークライトニングって使えますか今。アークありますよ、そういうのになるのかな、同キャラとか。そこそこ横に展開するんで、そうですね、綺麗にさばければ、うん、あんなね17年ぐらい前のカードがいまだにまあまあ強いっていう、うん、あすごい好き。あソーライダーの方がまあ多いでしょうね、確かに軽いですからね、うん、
さお互いシャッフルを行って、今度は安岡さんの先手ですね。はい。先手になった時のアタルカレットのね、もうなんていうんですかね、バチバチ感というか、やったる感は半端ないですからね。見てて気持ちいいですね。はい、本当に気持ちいいです。今は9回戦目ですね。残すところあと1ラウンド、うん、2敗同士の対決ですね。安岡さんと加藤さんのビッグマジックオープンスタンダードの第9回戦の試合の模様をお届けしております。そう、ワンラウンドかな。アタルカレットね、ワンラウンド。先ほどフィーチャーではね、土地ばっかり引いてっていう展開になってましたけども、はい、このゲームではワンラウンドのハンドが来てしまっていると。2敗で2日目進出は全然目ありですね。むしろ2日目で全勝すればトップ8も全然あると思いますよ、はい、あ、どっちもマリガンですね、うん、マリガンだったらちょっといい感じなんで記事打ってきます。記事打ちおじさん出た出た。2人は2敗同士の対決だと思います。黒田さんはね、一回こういうイベントやると記事をね、もうとにかく取ってくるんで、まあ、記事打ちっていうのが何のことかわからない方はぜひ記事打ちで検索してみてください。記事っていうのは鳥の記事です。前までは僕らみんなお花摘んでくるって言ってたんですけども、あれそれは女性の言い方だそうなので、男は記事打ちって言うんだよと今日黒田さんが語ってくれました。何の話や。明日はスタンとモダンとレガシーを、まあ、ぐるぐる回せたらなというふうに思ってます。メインはやっぱりスタンダード本戦ですけども、まあ、その合間にスタンや、モダンやレガシーの模様もお届けできたらなと考えております。純粋無垢なコメントが痛い。黒田さん何か出した。何も出てないんだよな。さあ安さんの1ターン目はズルゴでターンエンド。白米君来てましたよ。ちょっとね、勝敗のラインはちょっと分かんないですけども、坂藤さんはカマヒョウを出してターンエンド。ちょっとツイッター1個あげたんで、後で見れる人は見といてください。リュウジすごいことになってる、びっくりした。ほんまや、こんな高い帽子かぶっとんねあいつ。アホやアホ。中華のコックあんな帽子高くないでしょ。明日は僕と黒田さんでボックス対決じゃないですか。あ、いいっすよ。ほんまにあんの。別に構いませんよ。いやわ。なんで仕事しながらお金使わなあかんねん。むちゃくちゃや。さあズルコでアタック。ズルゴとカマヒョウが、まあ、すれ違っているという状況で、はい、お互い2点ずつ削ってますけども、どっかでかい一撃を叩き込んでくるんじゃないですかね。さあフェッチランドを置いてコマヒョウ 2-2 でアタック、
2点で OK。 じわじわと。ヤスの方は結局6枚スタートですか。そうですね、フェッチを切るので、はい、もう戦術はしませんでした。1ターン目からその切る、設置切るっていうハンドだったみたいで。あスパッと。さあここはズルコで殴らずターンエンド。ズルコが立つことで、ちょっときついな、はい、しかもダブルフェッチきましたね。さあカマヒョウとナーリとのアタック、フェッチを起動して、フェッチ、2体ともプラ3修正。よっぽど何もないんかな、ね、当たるかコマンド持ってるから、はい、これにプラスして3点だけでも14点きっかりなんですよね。でここまでもう4までタフネスが上がってしまってるんで、はい、なかなか打ち落とすの苦労すると思うんですけど。ですよね。ズルコでもチャンプできないあたり、ヤソがね一応乱撃残だけは持ってて、打たせてここまでグッと我慢っていうのはもしかしたらあるかもしれないですけど。アタルカの命令で、あ、片付けた投了ですね。あっけないな、早い決着でしたね。安さんがこれで3敗ですか。はい、加藤さんは2敗でここを抜けたので、次負けても3敗 で、ね、はい、大丈夫だと思います。2日目のラインがかなり手堅いんじゃないかなというふうに思います。はい、じゃあちょっと残り6つ、あ、こっち行きますか。そりゃそうか、そうですね、さっきこっち行きましょうか。こちらダークジェスカイまた出てきてますね。